はい、皆さんこんにちは、ピチマイです。今回ですね、第235回目ということで、結構前にね、ご紹介したアルスバックさんの、レッドバージョンでございます。未だにさん付けしちゃうわ。アルスバックですね、レッドバージョンをご紹介していきたいと思います。それでは Here we go。 Here we go。 何やねん。よし、はい、それではご紹介していきます。じゃあね、ブルーバージョンはここにちょこんとありますけども、まだご覧になってない方は概要欄からですね、ここら辺をポチッとお願いいたします。まあ青と赤っていうね、色以外は一緒でございますが、まあ、一応ね、こういう感じで、はい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 、こっちか、あ、ちゃう、こっちで合ってた。はい、まあ、泉圭さんがデザインされたものですね。はい、でここにアルスバックって書いてあります。それではオープン。シールないから開けやすい。シュビン。はい。で、こちらのトランプね、前回と同様、広告は入っておりません。まあ、本当に色以外は一緒なのでね、サクッとご紹介していきますけれども、はい。こんな感じで。はい。早速、スペードのエースが出てきましたよ。はい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 。で、ジョーカー2枚という感じでございますね。はい。まあ、表もね、普通に見やすい、一般のトランプでございます。で、スペードのエースはこんな感じと。はい。まあ、ブルー見た方だったらね、わかると思いますのでね。な、細かくはご説明しませんが。はい。こんな感じですね、ジョーカーは。で、両方とも一緒で。で、ここがね、なんじゃっけ、9時7分とかだっけ。確か。で、それはね、確かアルスさんのね、お誕生日なんですね。そこは結構細かいなって思いますね。はい。まあ、表はこんな感じです。はい、裏はこんな感じです。まあ、デザインは変わらず。さっき9時7分って言いましたね。9時9分ですね。9月9日が、まあ、アルスさんのお誕生日という感じでございます。はい、ね。すごい細かいデザインがたくさんされてますね。で、扇で、なんか剣っぽい。で、葉っぱがドワーってある感じです。はい。色合いはこんな感じです。はい。まあ、すごく落ち着いた。いい感じの赤っていう感じですね、個人的には。はい。まあ前回ね、結構細かくご紹介したので今回は割愛しますが、まあいい色だな、個人的にすごく、あー、いい感じです。ハートの9だ。お、9月。じゃあ9を出そう。いや、なんでもない。お、クイーンだ。似てるね、呼び方が。どうでもいいね。はい、で質なんですけれども、まあ、ブルーよりは全然触ってないので何とも言えないですけれども、まあ台湾製で、まあただノックみたいなぬるぬる感は特になく、まあ特にないわけじゃないか、ちょっとはあるんですけれども、まあ、ノックとはね、やっぱりちょっと違う感覚かなと思います。で、硬さもちょっと固めのトランプになっております。で、まあ画面を通すとね、まあ電気とか、まあライトの関係があるんですけれども、肉眼で見えるより、なんだろうな、ちょっと濃いめになってるのかな、薄いのかな、どっちだ。画面越しを見るとちょっと濃いかなっていう感じですかね。なので、まあ赤というよりかは、まあ赤っちゃ赤か、難しいな、ここの色の表現力っていうのは、表現力、表現というのは、まあ、あと人の目によってね、色って見方が違うので何とも言えないですけれども、うん、買ってみて。はい。で、まあブルーの時もご説明したんですけれども、まあ、すごく個人的には好きな質のトランプですね。はい。よいしょ。まあ、台湾製で、まあ、最近台湾製はね、すごい変わってきたっていうのがあって、ノックのね、イメージは最近はないですけれども、うん。かなりやりやすいですね。あと、普通にマジックでもね、全然使いやすいですし、マジックでも結構ね、使ってる方もいらっしゃると思うのでね、思ってる方はご存知だと思うんですけれども、すごくね、質もいいし、あと値段がね、何より安いですよね。1個これ600円でね、すごい良心的な価格で、まあ、質もすごく良くて、まあ、耐久性はまだ分からないんですけども、まあ、ブルーを結構使ってますけれども、全然ね、ボロボロにならないですので、耐久性も僕はいいかなと思うテックでございます。そんな感じ。はい、ということで今回はアルスバックのレッドバージョンのご紹介でございました。1個600円で安いし、まあ普通にプレイフェアさんのサイトだったり、あとはフレンチドロップさんでもね、取り扱いがされておりますので、ぜひ、これは全然何個もあってもいいトランプかなと
思いますので、ぜひ買ってみてください。かなりおすすめなトランプでございます。まあ何より値段が安いですよね、今の高いトランプの時代にね。そして半分か3分の1ぐらいの値段ですからね。とても良心的でございます。あとこういうデザインね、バイシクルのね、ファンバックデッキかなを、まあ、インスパイアされたというデッキです。まあすごい好みが分かれるトランプではなくて、まあ全体的に愛されそうなデザインと質なんじゃないかなと思いますので、ぜひ買ってみてください。ということで、バイバイ。グルリンパ、あ、刺さらない、なんで刺さった、ジュビン、ジュビン、あ、ジュビン、あら、バイバイ。ライト熱すぎだよ、増やしたけどさ。あ、増やしたからだわ。熱い、やばい。夏や、ずっと夏。